日本で起きたマジックブームの立役者ともいえるマジシャンのセロさん。いつもはストリートでマジックを披露することが多いのですが、テレビでも数々のマジックを披露し、出演したテレビ番組は軒並み高視聴率だったという話もあります。アシスタントであり奥さんでもあるジェーンさんとのマジックは同業者も認めるところであり、2007年にはマジシャン・オブ・ザ・イヤーを受賞しているほどの実力者です。しかし最近ではテレビでその姿を見る機会がめっきり減ってしまいました。それはあるテレビ番組に出演した際に浮上したやらせ疑惑が原因ではないかとも言われています。実際に何があったのでしょうか。一緒に見ていきましょう。セロさんのプロフィール。名前セロ高山。生年月日1973年9月27日。出身地アメリカ、ロサンゼルス。身長170センチ。経歴。生まれについては多くの情報がありますが、父が沖縄出身の日本人で、母がモロッコ系フランス人です。彫りが深く整った顔立ちのセロさんの甘いマスクは、沖縄とフランスのいいとこ取りをして生まれたものと言えるでしょう。セロさんが生まれたのは日本でもフランスでもなく、アメリカのロサンゼルスです。そこで2歳まで生活していましたが、2歳から4歳までの約2年間は、父の故郷である沖縄の今帰仁村で祖母と生活していました。4歳の時に再びロサンゼルスに戻りますが、学校の長期休みには沖縄の祖母の家を訪ねたりして、拠点をアメリカとしながらも、日本とアメリカを行き来していました。そんなセロさんがマジックを本格的に始めたのは10歳の時。そこからメキメキと実力をつけて、わずか2年後の12歳の時には、会員制の一流マジック専門クラブのマジックキャッスルのジュニアメンバー、フューチャースターに抜擢されています。しかし、学校生活はマジックのように順調ではなかったそうです。やんちゃな少年だったようで、15歳の時に学校を強制退学、16歳の時には自主退学をしました。退学が重なった息子を心配した父が、故郷の沖縄にセロさんを送ろうとしたものの、東京での乗り継ぎの際に逃走して、東京でストリートパフォーマーになります。しかし、当時のセロさんはマジシャンとして日本では全くの無名でした。そのため、日々の生活もままならず、日本のマジック団体への加入を希望しても門前払いされたそうです。しかし、17歳の時に知り合った日本人のビジネスマンに気に入られ、彼の計らいによってホテルのパーティーなどで時々マジックを披露するようになります。そして19歳の時にマジックの大会、FISM 横浜大会でイリュージョン部門の1位を獲得したのです。これによってマジシャンセロの名前は日本中で知られることとなり、テレビの出演も増えていきました。2004年にはセロさんの冠番組、マジック革命セロが放送され、毎回高視聴率を叩き出すほどの人気ぶりでした。その整った容姿だけでなく、圧倒的なマジックのスキルが彼をここまでの人気者にしたことは言うまでもありません。マジシャンとしての実力は？マジシャンと名乗るだけであれば誰でもできますが、同業者に認められるマジシャンはほんの一握りです。セロさんはそんな一握りのマジシャンです。10歳からマジックキャッスルで技を磨いてきたセロさんのマジックは、まるで呼吸しているかのように滑らかなので、単純なトリックでも見破りにくいのだそうです。同じマジックをセロさんと別のマジシャンが行った場合、別のマジシャンの種は分かったけど、セロさんの種は分からなかったということもあったといいます。流れるような動きだけでなく、クロースアップマジックからステージマジックまで幅広くこなすセロさんのマジックを参考にするマジシャンは決して少なくないようです。やらせ疑惑が浮上したテレビ番組とは？当時のセロさんは紳士的で好青年という印象が強くありました。しかし一度だけ生放送中に不快感をあらわにした表情を見せたことがあります。それはある生放送のテレビ番組でセロさんがマジックを披露した時です。
この時のマジックは登場シーンで使用されたもので、車の横に手をついたセロさんが車と並走するようにホバークラフトのようなものに乗って登場するというものでした。もちろんスケートボードのようなホバークラフトは現在でも開発されていませんし、当時もあるはずがありません。登場シーンから視聴者をあっと言わせるマジックだったのです。しかし、それを見た番組ゲスト、平愛梨さんが、別番組でお笑い芸人さんが似たようなマジックに挑戦したものを見たことがあると言い出しました。そしてそのマジックは車についている手は偽物で、その偽物の手から棒がつながっていて体を支えていたと種明かしをしてしまったのです。このマジックの種を指摘されたセロさんは生放送にもかかわらず、明らかに不快そうな表情を浮かべていました。平愛梨さんは天然キャラで有名でしたが、この発言にはさすがに視聴者から多くの怒りの声が寄せられたそうです。しかし、一部では平さんの種明かしは演出、つまりやらせだったのではないかとの噂もあります。本来であればゲストが種明かしをするなんてあるまじき行為です。いくら天然キャラだとしても常識破りなことはしないだろうという考えがあったのかもしれません。その真相は未だ謎に包まれていますが、この放送でやらせ疑惑が浮上した頃から徐々にセロさんのテレビ出演が減っていったそうです。やらせ疑惑が浮上しているマジシャンをテレビで使うのは演出側としても難しかったのでしょう。これがやらせではなく、平さんの素の天然発言だったのであれば、セロさんはとんだとばっちり送ったことになります。現在は？セロさんは現在、日本を離れて、アメリカやアジア、ヨーロッパを中心に世界中で活躍しているそうです。しかし、日本で全く活動していないわけではなく、今でも世界ツアーや日本国内のイベントの出演のために来日しているといいます。セロさんは日本でブレイクする前の2000年に自身の公式サイトを開設してブログで近況を語っていました。しかしそのブログも2014年以降の更新がなく、2016年に開設されたブログも2017年の8月で更新がストップしているようです。更新する内容がなくなって引退しているのではないかと心配している方もいるかもしれませんが、時折テレビで姿を見ることもありますし、世界中で大活躍しています。ブログの更新がないのは、更新する内容がないや引退したのではなく、更新できないほど忙しいという可能性は十分にあるでしょう。平さんがテレビで種明かしをして以来、お茶の間でその姿を見ることはほとんどなくなってしまいましたが、マジシャンとしてのスキルは今もなお衰えず、世界中の人々を魅了しているようです。現在日本では見かけることは難しいですが、また日本でショーをやってほしいですね。あなたはどう思いましたでしょうか？セロさんのマジックを見てみたいと思った方は高評価お願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。